ゼアミは幼少から、えー、この教養素養素の高い人物と接触することとが多くなった。とりわけて二条義元という、えー、大変、うん、文化人でもあるし政治家としても最高の人物であった二条義元という人に、えー、義満がその世阿弥を預けましたところからこの、えー、最高の教養を授けられることになった。 でこの教養をもって農楽を新作していくとなりますと、えー、それは当然それ以前にあった農楽のレパートリーとはおよそ違うものが出てくるわけですがこの中に世阿弥はあの非常に高度の芸術性を盛り込みましたこれが今日残る農楽の原型になっていくんですがしかしながらそれがその順中満帆で、えー、順風満帆で、えー、これがこれが 今日またからとそうではございません、えー、とにかくそ,のそういう最高の教養を持ったゼアミが作ったものですから確かに最高の教養を持った人たちにとってはうんなるほどというようなものだと思いますけれどもしかし えー、ピラミッドというものは常に上へ行くほど小さいわけですから、えー、下の方の底辺にいるそのいわゆる田舎大名というような人たちから見ると今までのノーガフとはえらい様変わりをしてしまったあんなものはよく分からなくって眠くていけねえこういうことで不評でございます。 で足利義満が亡くなりますと次第に世阿弥は没落していってしまいますそしてついには罪名、えー、を着せられて佐渡島へ七重になってから流されてしまうというふうな気の毒な末路をたどります。でこれを周りで見ていた能楽師が「こりゃ大変だ」「あの世阿弥じいさんについていくっていうと訳のわからないものをやらされた挙句に不評で、えー、あんな目に遭う」 これは大変だから、もっと分かりやすいものをどんどん作らなきゃいかん。こういう風な気分になってまいります。で、そのために、えー、ゼアミが考えた。えー、この世のものと、あの世のものの関わり合い、なんという風うな、えー、深い精神性を持った作品というのは敬遠されまして、現在ものといって、これは現在っていうのはあの現にあるということですから。 あの普通の人間がやってるものということになります普通の人間を中心に据えた農学がどんどんできていきますこの中にこの実はアタカというものも含まれてくるわけなんです分かりやすくないととにかく大名は眠っちゃう、えー、大名を睡魔の餌食にした日には,は援助が受けられませんですから、えー、彼らがいかに粗暴であろうと えー、無理解であろうとそういう連中に迎合するような作品として分かりやすい現在もののといいうのが生まれていく例えば「八の木」といえば佐野現在衛門常世という人と北条時折というこれ両方とも実在した人物この出会いのドラマチックなものが「八の木」でございますね。えー、あのののよううな形で現在ももというものが、えー、出てくる、えー そこでその慌ててたくさん作品を作ってそういう人たちのご機嫌取りをしなきゃならない都合からこの現在物が乱作されるでしたがって多流のものをもらってきてそいいつを使うといううととこも出てきたんでしょうそれでこのあたかというものができたんですがこのそういうわけでどうも作る時にえー大量に作ったために大変この。 大きくこの欠落した部分などが出て、えー、そのまま来てしまったっていうことも考えられる例えばその、えー、この勧進帳になります原曲のあたかを見ましてもそうですが、えー、このこれからご覧に入れるものでもそうでございますが、えー、義経が頼朝の追悼の目を逃れてそして、えー、この道の草して落ちていくその 途中の話で一行はこの山伏の姿になりましてねそれでこのまあ体を組んでそして何食わぬ顔をしてこれを通り抜けようとするというのが根本テーマでございますがしかしここに不思議なことは えー、彼らが今日もお聞きになりますようにこれはなんと東大寺肝心のため国々に客層を使わさる北六道はこの客層を承ってまかり通り候ろうとこう言ってるんです。ところが、えー、この人たちというものは、えー、山伏だといいますが山伏であるのにどうして東大寺の肝心なのかという根本的におかしいんです。 えー、ご承知の通り東大寺に一人の山伏もおりません、えー、それなのにそういうことを堂々と言うんですがこれは何か前に重大な欠落があったに違いないというふうに考えることができるんでございます。でこれをさらに遡らした能の前の形でもって言いますとこういうことになります。今日これからご覧に入れるのとどこが違うかということこの今から申し上げるストーリーでお考えください。 えまず富樫が出てきまして私はこういうわけで頼朝公の命によって義経公を捕まえようと思いますということを言うその時に山伏に目を鉢していらっしゃるという情報があるから山伏を固くせんしますということを言っておりますが、えー、この原曲の方で言うとこれは富樫の館で あるといいう場面になっています一方、えー、この弁慶義経の一行は、うん、今日の歌舞伎座でも花道で会議を開きますが、えー、あれは別に戸樫のいるところで会議をしたんじゃありませんあれは花道にいるということはかなり関所、えー、から離れていることを表しているわけですが同じように、えー、原曲でも橋がかりでこの会議をやったと思う でこの時に言うのは義経がえこのように各席行く先々に関所があってはとても道のくまでは行かれそうもないと言ってこの弱気になる。 一道が「そんなことはありませんいざとなればこれを踏み破っても通りましょう」というと弁慶が「いやそれはあのここの席を踏み破ることはできてもこの先々の石所までいちいち踏み破っていくということはこれはできない」だからなんとか穏便に通らなきゃならないから私に任せてくださいというところまでこれは現在これからご覧に入れる「勧人帳」でもあるセリフであります。しかし原曲はここから大きく違ってくる。 え弁慶はひとまず私が富の館へ行ってて話をつけてまいります、えー、ある時間たって私が戻ってこなかったらこれはえ捕まったか殺されたか何かあったんですから皆さん方の判断でどうか逃げてくださいけど私が話をつけてきていいって話になればこれは堂々と通れます、えー、とにかく任せてくださいと言って弁慶は単身 富樫のところへ行くんだそうです。そうして、えーえー「こんにちはと」と、まあ、言ったかどうか知りませんが、えー、そこでその、えー、富樫に「実は私どもは、えー、熊野の山伏でございますが御関を通らしていただけないか」という富樫が「いや、えー、実はこうこういうわけで、えー、義経公法眼殿が 作り山伏でお通りになるというんで山伏を警戒しておりますからあなた方がたとえまことの山伏であっても山伏となるとこれはお通し申すことができませんと言われてしまう弁慶がここでもってはたと困ったんですがそこが弁慶でございましてとっさの起点でいや実はですなそこまでおっしゃられるなら白状いたしますが実は私どもは東大寺の肝心相なんでございますよとこう言った富樫が へーあなた方は山伏じゃないんですかとそれはあなたおかしいじゃありませんか東大寺ににはは一人の山伏もおいいででなならないはずですよ、えー、それが今更になって東大寺の肝心というのはどういうわけですかと言われた時に弁慶がいやそれはごもっともでございますが、えー、普通の僧侶というものは丸腰武器を持ちません。 この武器を持っていないものが肝心だ肝心だと旗のぼりを立ててのし歩いてお金を集めたといたしましょうかこれを担いでず、えー、っとそのまま同地をしておりましたら無防備の状態でそれで大金があるってことを知らせて歩くようなものそうなりました時には山賊野党の類が出てきた時を防ぐ手がございません。しかしか 山伏であるということになると別に肝心という看板さえ外してしまえば山伏であるならばそこそこ武,士も武器も持つことができる、えー、武器を持てるし山伏がそう大金を一時に持ってるということはありませんから安全だこういうことで私どもは東大寺のそうであるけれどもとりあえず山伏の姿をしてるんでございますよとこう言い抜けた でそこで富樫が「ああなるほどな、えー、ただのお坊さんが丸腰武器がなくてそのまま大金を担いで歩けば武用心そこで山伏の姿に身を変えて同、えー、地をしていらっしゃるんですかそれなら話は分かりました。私も実は東大寺がこのの前、えー、平,野茂平さんの 火付けによって焼けてしまって仏様も溶けてしまったと聞いてますがそれを再婚するんならいくらかのご寄付はしたいと思っていたところですから、えー、様子によっては、えー、肝心の世襲に就きたいと思うがついては肝心帳をお持ちですかとこう言われたっていうでそうなれば話は分かりますね。しかしか えー、このままの「この勧進帳」という芝居の成り行きでいうと、えー、フォーガンドのわざわざ作り、えーえー、作りその合理器って言うんですか、えー、荷物運び。 えー、今日で言えばもうよレよレのジーパンを履いて、えー、こうひげぼうぼうで歩くようなそういう、えー、合力の姿にまで身をやつさしているしかも自分たちも山伏という形になっているそれほど用心深くして石椎を通ろうとしている弁慶そのほどの知恵者がですね、えー、東大寺の僧だと最初から名乗るんであればその身分を証明し寄付の主意を述べた。 最も基本的ななななな文章である肝心帳を持っってていとうここん男かにしまいまいすしかし今申し上げたようなあ経過がありますと突然これは言われたんですからこれは弁慶としてはうんとにかく平成を装って何の関係もない、えー、巻物を取り出してさも勧人帳らしくあることないことを読み上げたというのは筋が通りますね。 ですからここにつまり「あたか」というものは原曲から能楽に変わる時に重大な欠落があったと考えられるわけでございます。でその「あたか」というものをそのまま頂戴した勧進帳なんですからそこでこの部分はそのまま欠けてしまった。ですからよく考えてみると長唄が「もとより勧進帳のあらばこそ」と叫ぶのは大変おかしなことだ。 あるいは弁慶が何勧進帳を読めと仰せ、早漏だと言って驚くというのもおかしな話です。しかし、今のようなプロセスがあったとお考えいただくことが必要かと思うで、次にえー、勧進帳を冨樫がえー、覗き見しようとします。あれもおかしな話だと皆様お考えと思うんです。そんなものは提出してください。っていやいいんです。 で、提出してくださいってことになると、えー、何にも書いてない無関係な巻物でございますから一発でアウトになっちゃう。でなぜ富樫は提出させることができなかったかということが肝心帳の次の、えー、謎でございますがこれは、えー、この肝心の,、えー、その中心人物というのは「春情房長元承認という構想でございます。 でこの春城坊長元商人というのは時の帝の先生としてタイというわけじゃありませんがまあ、直に口が利ける大変身分の高い坊さんであります。で、戸橋っていうのは 役者でいうと弁慶と泰斗のような役者が出てくるもんですからこの富樫っていう人はやっぱりすごい偉い人だと思いますけども今日でいうと一地方官でございまして先生の天皇の先生である大変な身分の構想のお使いこういうものとは身分が違いますから本来ならまともに口をくこともできない。 で「勧進帳」というものを、えー、読み上げるのを、えー、はるか下座の方に併服してこれを承るというしか方法がなかったわけであります。ですからこそ提出を求めることができなかった。 で,でも富樫はこれが本物かなと思うもんですからちょっと頭をもたげてこう覗き見ようかなとしたんでしょうね。そのところを上から立ったままで読み上げている弁慶が「ブレーマなってんでこれ一括したとこういうところがまあ本当のところであったというふうに思われるわけでございます。 ですからそういうわけで提出はさせることができなかったそのために弁慶は難を逃れたこういうことになりますこの2つの部分というのは勧進帳における基本的な、えー、不審な点でありますからこれはどうぞご見物の時に、えー、今のような話をお聞き取りいただいてご了承願いたいとかように思います。 で勧進帳はそういうわけで天保11年3月江戸・河原崎座で七代目市川團十郎が改名して海老蔵となった名前で初演したものでございます。義経が八代目團十郎そして、えー、富樫が後の六代目市川團三、えー、こういう顔ぶれで作曲者が四代目杵谷六三郎振付師が四代目西川千蔵 こういういうになっておりますでこの曲はその後多少作曲を補曲したことになっていますがそれは三代目絹屋翔次郎であってで今回も「滝流し」という特殊演出を加えておりますがこの滝流しの部分というのはこの翔次郎の補曲によるところと言われている、まあ、こういうことでございます。でこの今回ご覧に入れれる滝流しというものはこれはここ 私は七代目孝志郎初代白王で見た記憶がありません、えー、非常にあのわずかな回数これを演じただけであったようでございますが今回は追然だということで 東大九代目が滝流しを丁寧にご覧に入れているというところもちょっとかから見るとと特殊演出の一つかと思うんですでこの七代目松本幸四郎という人は生涯に弁慶を2,000回近く演じた名優でございまして幸いにして私はこれをその裁判年の数年間でしたけどもお付き合いすることが できまして、えー、その詳しいことは、えー、今月の筋書きに私が「七代目光四郎はこういう人でした」という文章を書いております、えー、それをご覧いいいただくととよろしいかと思いますが、えー、大変にまあ,あ高校野といいますか、えー、この人が舞台で弁慶になるのかなと思うくらい気配りの細やかな優しいおじいさんでございました。 また、えー、その次男であった八代目幸四郎後の初代白王という人これは現在の九代目幸四郎のお父さんですけどこの白王さんという人も本当に温厚な人でいつ行っても機嫌が良くて、えー、このお二人の楽屋へ行った時には私は一番心が休まったものです。 俳優というのののははやはり機嫌の起伏があるものでして、えー、言ってもやっぱりご機嫌のいい時と悪い時があるって人はなんとなくこのっちも訪ねていっても心休まらないとこがありますけどもこのお二人には全然そういうとこがなくていつも行っても機嫌よく迎えてくれるそういう私にはこのお二人についてはいい思い出しかないと言ってもいいくらいでございます。で、 えーまあ、珍しい話としてちょっとお話してみようかと思いますのはこの私の歌舞伎の師匠であった川尻盛丹さんという方は七、えー、代目松本幸四郎の,の,の勧進帳の弁慶というものをこれほとんど買っておりませんでした。 川爺さんって人は長い顔の上品なおじいさんでしたがこれがこうもぐもぐした人でね、うん、その七代目孝志郎のどうですかって言ったらばうん、もうまるでいけませんねとこうしてあるんですまるでいけませんね私はびっくりしましたねこの七代目の孝志郎のそんな大変な当たり芸に対してね一言でまるでいけませんという人がこのようにいたのかと思って私は川爺先生の顔をまじまじと見たもんです えー、だけど川尻清團という方にしてみればこれは九代目市川團十郎というこの七代目幸四郎の師匠の、えー、勧進帳の弁慶をそれこそ、えー、目にタコができるほど見た人ですから、えー、その目で見るとこの九代目とどうも違うらしいんですやり方が。えー、でそういうことでどうも川尻さんの気に入らなかったらしいそれで七代目の高麗屋のとこ行って、えー、そのことをちょっとそれとなく尋ねてみた。 そしたら七代目の孝志郎さんはいや役者というものは先代の通りそっくりやるかって言ったらそれじゃあ進歩がないやっぱり自分が自分なりの工夫を足さなきゃいけないと思うのでいろんな能楽の流儀のやり方を入れてみたり自分なりに工夫をしたんで九代目さんとそっくりじゃありませんというふうに言って、まあ、そういう自分の工夫を加えるのは当然だという話にしておりました。 で一方、この九代目からいろいろ影響を受けた六代目の尾上菊五郎はこの七代目幸四郎のやり方というものがやはり川尻さんと同じような意味で気に入らなかったと見えてでその自分は正当な九代目團十郎のやり方を知ってるんだということから。 これを伝えたのが現存してます。十七代目市村右左衛門さん。これが六代目からその教わったらしい。で、十、え、七、ー、代目右左衛門、現在の右左衛門は。その六代目から伝えられた方の演出を踏まえて。何度か勧進長の弁慶を務めております。まあ、ですから、えー、厳密に言えば、いく通りもあって、別におかしいことはない。現に、七、えー、代目幸四郎の先輩である。 そういった男子郎の方を伝えているのは現在の三代目猿之助でありますしそういうふうにあっておかしいことは別にないんですけどもそういうわけで子老たちはあまりこの勉強を評価しなかったようでありますしかし私どもが見ますとこれほど素晴らしい勧進帳というものは後にも先にもないとしたものだと私どもは信じている。えーそれはただいま 松竹の宝物になって残っております。昭和十八年十二月二十四日に撮影しました。えー、歌舞伎十八番の時間。人帳は、これは、十五代目市村宇左衛門の富樫と、六代目尾上菊室の義経を加えた。七代目の、その最高傑作の弁慶です。 残念ながらこれ白黒のために、まあ、ちょっと画質が落ちますけどもしかしこの中には私も五十何年間これを見続けてきて常に新しい発見がある素晴らしい映画なんですがこれを見ましても七代目幸四郎の弁慶というものがいかに完成度の高いものであったかわかるんです。でそれをきちっと伝えたのが白王でありましてその白王の子息が幸四、えー、郎である。 こういう形になりますが、えー、同様にこの今回とがしを務めます丹十郎はこれは七、えー、代目光司郎の同じように孫なんですから。 えー、今の幸四郎とはいとこ同士でございます普段弁慶役者ですがこれが今回はそういう意義のある興行ですので富樫の方へこれ回って幸四、えー、郎を引き立てるこういう形で務めていると、まあ、こういうわけなのでございます。でことにまた義経には大元老の若右衛門が登場してきますがこれは七代目幸四郎の娘さんのお婿さんですからここで それぞれの親戚が集まってそしてこの個人をしのぼうとしているというのがこの現在の実情でございますそういうわけで私もこの個人お二人とは大変親しかったものですから今も考え無料でこ,のこれからのご案内を務めさせていただきたいと思っている次第でございます えー、それではまだ少々時間もあるかと思いますがこれ長い曲でございますんでちょっと一息入れさせていただきますで木がちょんちょんと2つなりますと片しゃ切りという鳴り物が入りますまだ幕は開きませんしかしこの鳴り物の間からもうすでに解説が開始されておりますのでどうか2つ木が鳴りましたら重ねてこれをご利用いただきますようにお願いいたします でございますそれではどうぞよろしくお願い申し上げます。